土ち深場、匂いを起こせよ、梅の花。主な人で、春な忘れそう。平安京を離れて、太宰府へと出発するときに、菅原道種が読んだ歌です。菅原道種といえば、学問の神様。受験の時に、天満宮へと行き、合格祈願をした経験がある人も多いでしょう。しかし、なぜ菅原道種は、学問の神様となったんでしょう。彼の一生を通して、その理由を探っていきましょう。 845年、菅原の道種は平安京、今の京都で生まれます。菅原家は元をたどっていけば、端市にたどり着きます。端市は、古墳を作ったり、葬儀を行ったりする士族でした。しかし、端の古人が名字を変えて、菅原の古人となり、この頃にはすでに学者の家系となっていました。その後、菅原の清君、菅原の惚吉、菅原の道種、 と続いいてて大,大学者を輩出していきますさて道真を語る上で大学寮については外せません大学寮は現代で例えると国立大学です父であるコレヨシはその大学寮の教授で文條博士と呼ばれ漢詩文や歴史を教えていました道真は小さい頃から父の影響で監視文に慣れ親しみながら育ったこともあり11歳の頃には 漢詩を作るほどの才能の持ち主となっていますそして18歳になった頃大学寮に入学するんです大学寮は現代の大学をイメージしていると大きく誤解してしまうので簡単に説明しておきますまず一つ目の違いは勉強する内容です当時のアジアでは中国つまり唐がナンバーワンです日本でも中国の文字である漢字を勉強してたし中国の歴史についても勉強していました 二つ目の違いが大学の目的です。今は大学卒業後様々な道がありますが、大学寮は国家公務員養成機関です。この頃の国家公務員といえば大代理で働いている人たちですね。政治家として必要な知識などを学んでいたということです。三つ目の違いが試験です。大雑把に試験について説明すると、量子、小子、方略子という三段階あり、 量師が一次試験で定員は20名。量師っていうのは大学寮が出す試験で合格したら疑問章賞と呼ばれる研修生みたいなものになれます。次にある昭子ですが、二次試験と思ってください。昭子が二次試験で定員は20名。式部賞が出す試験で合格したら文章賞と呼ばれる学生になれます。また、問状特号賞という制度があり、 すでに、ふるいにかけられた文章賞20名を、さらにふるいにかけ、たった2人だけが文章特号賞に選ばれ、彼らはさらに上の試験である、方略史を受ける資格がもらえるんです。しかし、この方略史っていうのは、230年間のうちに合格者がたった65人という超難関の試験です。さて、道真はというと、これらの狭き門をすべて突破してしまったんです。これが、道真は学問の神様だ。 というふうに言われた理由です。ちなみに今話した道真が勉強している時期はだいたい大天門の辺の時期にあたります。さて、法略史に見事合格した道真は役人の道を歩き始めます。その後33歳で昔お父さんがやっていた文章博士となるんです。ここで面白い話があるんですが、文章博士って二人が定員なんですよ。もう一人は都の吉香っていう人でした。実はこの人、道真が法略史を受けた時の 試験官です道真が国家公務員試験を受けに行くんですよそしてそこで会ったのがめっちゃ厳しそうな試験官ですその試験に合格して国家公務員にいざなってみたら同僚がそのめっちゃ厳しそうな試験官だったっていう話ですちなみにこの都の吉賀道真の11歳年上ですこの時の道真の出世のスピードは異常なので結局吉賀を出世スピードで追い越してしまって吉賀はめっちゃ悔しがったらしいです そしてこれが原因でヨシカはうつ病になり46歳の時に死んでしまいますさてこれ以降道真の横に並ぶような人物は現れませんでしたそして道真は定員が2名の文章博士をたった一人で5年間も続けていくんですしかしこんだけ出世のスピードが速いと嫉妬の対象になりますよねあの女嫉妬した人たちがおそらく結託したんでしょう886年に道真は讃岐の国の国司、つまり 香川県知事に任命されます。まあ国士っていうのは4年間しか任期がないから4年経ったら京都に帰ってくることができるんで左遷されたってほどではないでしょうしかし周りの目としてはこれは左遷されたんだというふうに見えたそうで道真はすごくショックを受けますさて道真が香川県にいる時に京都では赤穂のふ起が起こります元常のボイコット事件ですねこれを解決したのが道真でしたいや、 香川にいたんじゃないのと思いますけど、一旦京都に帰ってきたらしいです。そして元常に対して、小さいことにこだわるのは藤原氏にとっても良くないと思いますよ。というふうに意見書を出します。結果、赤穂の奮んは一応の解決を見せ、藤原氏にうんざりした宇田天皇は、これをきっかけに道種を徴用するようになります。さて、890年になると、4年間の香川県生活は終わり、道種は京都へと戻るんでした。 もちろん、京都で待ってるのは、道谷のことが大好きな宇田天皇です。帰ってきた道谷は、クロードの塔に任命されます。クロードの塔って覚えてますかクスコの辺で出てきましたよね。朝廷が2つに分かれて、佐賀天皇の平安京と、平成天皇の平城京で争った事件です。忘れた人や知らない人は、クスコの辺の動画も作ってるので、そちらを見てください。一応簡単に説明すると、 佐賀天皇チームが勝ってその時に佐賀天皇チームにいた藤原の風次の子孫がこれ以降イケイケになるっていう事件です理由は佐賀天皇側の藤原の風通が設置したクロードろ、その長官をクロードの塔っていうんですが風通は初代クロードの塔になったからですまあそこから分かるようにこのクロードの塔めちゃくちゃ力がありますなんて言ったって風通がクロードの塔になっただけでそれ以降 藤原保家が政治を掌握していったっていうくらいですからねいかに重要な役職なのかが分かりますそんな黒戸の党に道真がなった上にさらに出世して国の最高幹部の一員である参議院にまでなりますさあこんな状況藤原氏が黙っているわけはありませんよねどうにかして道真の勢いを止めようとしたのは藤原の時平です。そこで彼が思いついたのが道真は学者なんだから学者らしく中国で学んできてもらおう という作戦ですしかしまあさすがみじねと言いますかみじねは賢い切り返しをします検討大使になったので党について勉強していましたそしたらものすごいことに気づいてしまったんですもう党に行く必要はありませんなぜかというと党は今政治が乱れていて国内で2つに分裂して争っている最中ですそんな時に党に行っても勉強なんかできないしこのままでいくともうすぐ党は滅亡すると思いますこう切り返すんですよね まあそうはいっても大々的な国家事業検討士をさすがにすぐやめれるわけもなくとりあえず保留になりましたしかし道真が予言した通り党は約10年後に実際に滅亡してしまいます結果的にこれ以降検討士が派遣されることは不可能になったんですさてその後も中納言大納言と昇進していく道真時平はますます焦りますしかし普通に考えると次に実権を握るのは時平です 宇田天皇としても焦ってたんでしょう彼は藤原氏の池を止めることはできないとして醍醐天皇に上位しますしかし醍醐天皇の知性となっても道真は昇進を続けて宇大臣となるんです <noise> 何としてでも止めないといけないと感じた時平は道真は醍醐天皇の代わりに自分の娘の婿を天皇として後に生まれた自分の孫の外戚として権力を握ろうとしていると嘘の噂を流します 宇田天皇もこの噂が耳に入り道真はそんなことしない道真をいじめないでと醍醐天皇に言いに行こうとするんですが一歩遅かったんです時平が目回しをしっかりしておいて宇田天皇が醍醐天皇に会えないようにし結局道真は羅宰府へと左遷されるんでしたこの時に読んだ歌が冒頭の歌ですちなみにこの歌春な忘れそと春を忘るな2つのバージョンを耳にしたことがあると思います なぜ二つもバージョンがあるのかというと、周囲和歌集と大鏡、この二つにこの歌が載っているからです。年代的には周囲和歌集の方が古いから、道真の歌を正確に伝えている確率が高いんですが、古文で、な、な、んな、んそを勉強するときに、春な、忘れそを例に挙げたら教えやすいから、学校の先生としては春な、忘れそで教えている人もいるって感じらしいです。個人的には、 春な忘れそうの方が雅でいいと思います話がずれました太宰府への左遷でしたね道種は船で海を通って太宰府へと到着しました太宰府がある福岡には道種の逸話がたくさん残ってるんでせっかくだから紹介しますまずこちらは姿見橋です九州へと到着した道種が水に映った自分の顔を見て醜い顔だと嘆いたことからその名前がつきました まあ、この頃の船で九州まで行くなら、約二ヶ月くらいかかるんで、ひどい顔にもなるでしょう。近くには、姿見天神という神社があったとして、石碑が残っています。石碑しかありませんが、取り壊されたわけではありません。移設されたんです。ちょっと話は江戸時代まで飛ぶんですが、福岡には福岡城がありました。その頃、福岡藩初代の藩主、黒田長政によって、福岡城の鬼門封じとして、 姿天神は福岡城から鬼門にあたる方角に移設されたんですそれが現在の福岡県にある水京天満宮です天満宮に祀られている神様つまり菅原道真のことを天神様と呼ぶんですがこの水京天満宮がある辺りをみんなが天神と呼び始めたことで現在でもこの周辺は地名が天神となっていますさて水京天満宮から太宰府へと行きましょう太宰府についた道真は現在の エノキシャで暮らして晩年を過ごします。そして903年ついにスワラのミシタネは皇居するんです。入る先で悲しみに暮れながら死んでいったと言われています。彼の遺体は義屍に乗せて運ばれるんですが、運んでいる最中に突然牛が座って動かなくなってしまいます。このことをミシタネがここに埋めてほしいと言っているんだというふうに解釈し、そこにお墓を作ったそうです。 そのお墓の上に作られた神社が現在の太宰府天満宮となりました。太宰府天満宮にあるこの梅、飛び梅と言うんですが、道真が京都を離れる時に梅の花に向かって読んだ歌、その歌を聞いた梅の花が主人がいなくなったことを悲しみ、一晩で京都から福岡まで飛んできたとされるのがこの飛び梅です。さあ一方、道真が死んだ後の京都では90、909年藤原の時平が死にます。 さらに天皇家の男の子がどんどん死んでいった上に疫病が流行するんです極め付けは干ばつまで起こり清涼殿で雨いをするべきかという会議をしている最中に雷が清涼殿に落ちて近くにいた貴族が即死その3ヶ月後に醍醐天皇が崩御しますこの立て続けに起こる不幸な出来事を全て道真の怨霊のせいだとし道真を右大臣に戻すことで機嫌を直してもらおうとするんですが それでも道真の怨霊は静まりません。ということで、建立されたのが北野天満宮です。北野天満宮に行ったことがある人なら分かると思うんですが、初めて行ったときはちょっとした迷子になります。なぜなら、難問の正面に天満宮がないからです。普通神社といえば、入って正面に神様がいるんで、え、道真はどこってなるんですが、曲がり角を左に行った先が北野天満宮の本殿です。なんでこんな作りになっているのかというと、 実は北野天満宮が作られる前から奥にある地主神社があったんで難問から入って正面にはその名残で地主神社があると言われていますさあいかがだったでしょうか最終的には太政大臣まで送られてしまう菅原道真ですが学問の神にふさわしい幼少期のエピソードや今も残る地名に菅原道真が関係しているなど盛りだくさんでしたさて次回はどうなるかというと 平安京で政権争いに集中してたら東国と西国が騒がしくなっていますということで次回は「城平天行」の欄についてお話ししますそれではまた次の動画で最後ままで見ててくれてありがとうございますこのチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を撮ってきた映像や写真を使って紹介しています興味のある方はぜひチャンネル登録お願いします